団が行く。はい、アソボーダーズでね、集まってきたメンバーの車をちょっとね、今から車拝見させていただきますけど、はい、こちらがオーナーの、はい、お願いします。はい、この車のこだわりはどちらですか？まず、はい、霜がついて大変だった冷蔵庫、はい、交換しました。ちょっと待ってください、マジですか？ここ取っ払いました、壁を。あら、普通の家庭用冷蔵庫。あらら、あらら、ちょっと待ってください、すごい。これはタイプは、D です。あ、D ですね、はい、D タイプ。 D タイプ見るのもちょっと珍しいかもしれない。うん、そうですね、はいはい。 T が出てからですよね、決めたんです。はいはいはい。っていうのは後ろ、はい、ベッドもね、室を、はい、こちらから行き来したかったので、はい、これも後ろはつけましたね。後付けですか、これ、はい、へえ。水とか全然持ってこないですよ。それは大丈夫です、ね、あ、いいね、これも。ほんま、あら、このテーブルはちょっとなんか小さいんですけど、これは最初からですか？いえ、違います。これどうしたんですか？カットしたやつをちょっと譲ってもらいました。へえ、これだったらここ通りやすいし、料理しとってもできやすいけ、ね、いいですね、ちっちゃくても、はい。こちらがね、僕と一緒にアソボーダーを作った阿部ちゃん。阿部ちゃんの車は僕と同じ T タイプです。ガラスのね、フィルムなんかも貼っとるし、カーテンもね、もう別にアルコールレールつけて。じゃあ阿部ちゃん、こだわりの場所はペットルームですかね。ペットルーム、扉を外すだけなんですか？ちょっとじゃあぜひ見させていただいて。もうじゃあちょっとお邪魔します。初めてお邪魔するんじゃないかな。扉を外すだけなんですけどね。ちょっとちょっと、またこれ犬がすごい気に入ってるんですよね。ドアになってるね。そうよね、ドアはいはいはい。でここにもう犬はずっとおれる。うん、これいいね、うん、確かに。これは元からこの最初の自分でこことここね、なんか貼ったんですね、うん、これは大ノックシート。そうですね。でこれ結構ちょっと豪華に見えて、これはね、今回僕らのね、ボーダーズの中でもかなり大改造している車です。じゃあこの車のこだわりを一つ上って言っても無理よね。一つ。はい、どうも、はい。まずね、このビビン、これは T タイプでしたよね。これ T タイプ。これはね、パッと見わからないでしょうが、僕と同じ T タイプ。そして見てみてください。これ蓋もできるんですよね。これ蓋できます。ね、これここにコンロが。コンロ、カセットコンロ入ります。ね、ちょうどコンロで料理ができると。はい、奥さんが作ったんだったっけ？主人ね、すごい。これ全部もう木です。欅の木。あ、これ欅です。ね、欅の木、はい。で、これも一旦全部バラしましたよね。バラしました。作る時ね、全部外して。ね、バラして全部作ったと。で、ここをシンクも綺麗に入る。これは最初これなんかオーダーメイドみたいな感じで見えるけど、すごいよね、これ作ったの、ほんま。いやいや、これは多分日本に1台しかいないボーダーバンクスですね。はい、飾りも可愛いですね。これもね、僕と同じ T タイプです。外装を見たらね、サイドミラーを白く塗られてます。もう見たら分かるように。 A ちゃんのファンですね。おお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 、はい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 。ああ、いいねいいね、確かに確かに。眩しい時ははい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 、下ろせばはいはいはい、前も見えるし。あ、ほんまじゃ。あれは金具は日よけのあれを、そう、あれ外して利用してるわけですね。流線外して、うんうんうん、うん、タイラップで止めただけ。はいはい。おで、あの上のモニターを下に移設したの？そう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 、あれが邪魔になるで、はいはいはい、下に。ああ、なるほどなるほど、すごい。これもね、これ簡単ですよ。うん、ハンドルもパネルもね、かっこいいですね。あとこれ、あれだ、ちょっと、これは何をしたの？これ塗ってもらったんです。塗ってもらった。はい。へえ、すげえ。これ無線？いや、それは、あれ、なんだ？なんだ？何？何かが鳴るの？鳴る。パトカーのサイレンとか？そう。あとね、うん、爆芸入れたら、うん、後ろ、うん。ああ、メロディーね。はいはい。あ、バックは僕らはピー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 言うんですけど。はい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 、かわいいかわいい。いやいやいや、僕がね、最初に一番悩んだのはこのアラウンドビューモニターね、これをねつけたく、これ、はい、見てください。今ね、左にウインカー出したら左も映るし、
右、はい、右ね、上から下、そして4灯をつけたらこれですよ。これはいいね。やっぱりね、同じキャンピングカーに乗ってボーダーバンクス同士なんでね、やっぱりみんな興味があっていろんな話がね弾んでいきますね。阿蘇ボーダーを作った仲間のね、最初の設立メンバーしんちゃん、ひーちゃんです。はい、もうなんかレギュラーぐらい出とるかもしれないねこのね車は、ボーダーバンクスの何タイプでしたか？ L タイプです。 L タイプ。そしてフェースはね、この最初からのコースターの形が残っています。ちょっと L タイプを見せてください。今日ね10台ボーダーが揃いましたが、 L タイプはね実はしんちゃんだけなんです。はい、お邪魔します。これ見てください、見てください。これね、やっぱりね、今売れてるのが T が一番売れてるんですけど、 L はねこれドーンとこんな感じで、はい、こうね横になって、この椅子がいいね一人で、はい、これテーブルは外してるの？テーブルはもう使わないで外しました。あ、そうなんだ、もう全くテーブル使わない。テーブルそこになんか、ああ簡易テーブルでね、はい、まあその方がいいよね。じゃあしんちゃんのこだわりはテーブルを外したことぐらいですね。そうです、はい、以上です。EBL さんからご提供いただいたポータブル電源 1000W、 こんな感じでね、いつもこちらの方に設置しています。シガーソケットが1つ、 USB ポートが4つ、 AC 電源が2つ、こちらがねメイン電源です。今切れました。はい、今つきましたね。こちらの特徴の一つとしては、これを押すと、はい、ライトがね光るんです。充電がだいたい家庭用でした場合には、ゼロからの場合ね5時間半ぐらいで満充電になります。昨日ねこれがどれくらい使えるかということで、実際に電気ストーブが 1000W だったので、それをね試しに少しだけやってみました。10分が経って 50% になりました。1047ワットを10分使って半分、いうことはだいたい20分ぐらいが使えるということですね。 0% まで使い切って充電始めたところ、約5時間半で満充電になりました。これの素晴らしいところは、重量がやっぱりね 1000W で小さいので軽いんです。だいたい 8.5 キロぐらい、持ち運びもねとっても便利です。サイズもねそんなに大きくないので、車に乗せておくには最高に使いやすい1台になっています。 USB ここへね別々に電源があるので、今入りました、携帯が今入りました。だいたい 6、7 ワットぐらい。 DC を使う場合はこちらね、緑のランプがつきました。 AC を使う場合もここ、充電をしながらでも使えるパススルー機能がねこれもついていますので、コンセント代わりにもねなります。付属でついてきたのがこれが AC 充電器、これがね太陽光をつなぐ線です。これはシガーソケットをつなぐ線。ちょっとこれを充電をしてみます。まあ、まだ 100% なんですけどね、ここへねコンセントを挿して、はい、今ね入れました。はい、充電が始まって250か、今携帯が 5、6 ワットなんで、実際には140何ボワットずつねこう溜まっていくという計算になります。このままねコンセント挿しても使えます。ボーダーはねちょうどこういいところにシガーソケットがあるんです。シガーソケットを挿してみます。はい、入りましたね。あ、そういうことか。シガーソケットからなら75ワットしか充電ができません。じゃ普通のコンセントでね150なんで、ちょうどその半分抜きます。はい、上が消えました。そしてねこれのもう一つ素晴らしいところなんですけど、この上にほら、上にね置くだけで何も線を刺さずに充電ができるんです。使っているのはUSB からならだいたい 6W ぐらいなんですけど、上入れた場合ね 12W ぐらいになる。やっぱり上に置く方が電力は消費するみたいですね。僕たちの商売道具でもあるノートパソコンだったらだいたいね 100% あったら24回ぐらい充電できる。で携帯電話なら84回
手元に来てからずっとも使ってますけど、携帯とかね、小物はここで充電するので、やっぱボーダーのね、電力の消費ももちろん節約できて大変重宝しています。こちらがね、提供いただいた 200W の太陽光パネル。見た目はね、おしゃれなんで、こう持ち運んでてもね、まあこれくらい結構僕がね、片手で簡単に持てるぐらいの大きさで、両サイドこのね、ポケットのところにここにね、コードが入っているんですが、こうね、EDM ね、結構おしゃれですよね。裏面にもきちんと入ってます。ここにね、横にボタンで止まっているので、はい、線がね、ここに入ってます。これが充電の線。もうこのままここにあるから、結局線をいろいろね、差し込まなくてもいいんで、これも使いやすい便利ですよね。出して、こう開く。はい、もう今はね、ちょっと太陽の下じゃないので、ここを開いて、先ほどのこちらですね、これが太陽光とポータブルをつなぐ線。はい、差し込みます。はい、これを差し込んで本体にね、今からこれを差し込みます。ここ赤と黒になっているので、ここへねカチャッと入れました。はい、はあ、つきましたね。太陽の下じゃない、これ室内なんで 0W 点滅してます。まだこれは全然電気が出てね、発電してないですよということで、ただね、この太陽光が使えているということです。作動はねしてます。今このボーダーの車内の中でつないだだけなんで、これをね何度かした時にやっぱりね、遅いのは遅いです。11時間経ってもね、満充電にやっと近づくという感じなんで、実際にソーラーパネルだけではしょっちゅうね満充電になって使い勝手がいいとまではいきませんけど、はい、ということでね、このEBL さんのポータブル電源、おすすめです。ご興味ある方はね、概要欄の方に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。それでは、はい、記念すべき第1回アソボーダーズのオフ会を始めたいと思います。で、来年はアソボーダーズとしてのいろんなまたね、ライブもできれば、まあ、オフ会というより僕が思うのはもうツアーで、もうボーダーに乗られてる方がね、ここ行くよって言ったら近くおる人とかで、各地にボーダーの方、まあ、今回はいろいろお会いしていったし、今からもお会いしていきます。で、そういう人らを僕がつないでいくんで、皆さんがそこへ僕が、お会いして皆さん紹介したボーダーの方、皆さんで遊んでください。よろしくお願いします。じゃあ、第1回ということで会長、はい、ご挨拶をお願いします。はい、皆さん、改めまして、伊藤の優さんと神さんのフェルセンです。遊びの頃いろんな情報交換して、いろんなところでこう会をやるということを皆さんで計画しながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは次回です。どうも、こんばんは。初めての方もおられますけど、何回かお会いしたこともいらっしゃいます。私、知らぬ間に副会長というのを大変にありがたいことに、まあ、これは年の順かなと思いながらですね、自分に言い聞かせております。皆さんと一緒に楽しみたいなというような気持ちでおりますので、人生は楽しむためにありますので、よろしくお願いします。最初にですね、アソボーダーズができたきっかけが、この2人の部屋で僕にそのアソボーダーズを作ろうということで、もう今最初に作ったのはこの3人で作って、それから今こうして会長が入っていただき、いろんな方と出会い、ボーダーズができました。アソボーダーズということで、みんなで遊んでいきたいと思いますので、それでは乾杯。じゃあよろしくお願いします。面白い。
僕のですよ、こんな僕の日本の最年少の視聴者さん、ちょっとね僕の親友を紹介しましょう。僕の親友のサボイセラです、よろしくお願いします。かわいい、得意な、一発芸よ。せーの、いきにいくです。いきにいくです。お姉ちゃん名前はユーリだったっけ。あ、唐揚げ食べてしまった。ユーリ、え、なにーなにーなに。じゃあ食レポ、この唐揚げのお味を見て。油が出てすごい油が出て、焼いた感じになる。焼いた、これは揚げてるね。ということで、こちらのご家族は今ね、ジルに乗られてて、ボーダーを注文されてます。納車まで、あ、一応3年ね。まあ、おそらく3年以内には来ると思いますけど、阿蘇ボーダーズを作る告知をした時にメッセージをいただきました、奥様から。そう、うちの旦那アメリカ人なんですけど日本ペラペラですみたいな。こちらが、はい、はい、すみません。ジョージさんだったっけ。え、ボーです。あだからもう見た目だけが、うん、米国で、中身は日本人なんです。国籍はアメリカのままです。かっこいい。まあ今日来られてない方もまだたくさんいらっしゃるんですけど、やっぱりさすがボーダー、皆さん濃いですよ。濃い、はい、これマグ見てこの格好なんでだよね。はい、おはようございます。皆さん朝の風景です。おはようございます。おはようございます。頑張ります。よろしくお願いします。もうね、写真のプロみたいな方なんで、この機材、これちょっと舐め回そうかな。ダーッとダーッと、これ見てください。綺麗に美しく撮りますから、ポーズを決めてくださいよ。はい、いきますよ。届きました、アソボーダーズのステッカー。おー、いいですね。はい、ちょっと皆さんに見せてきます。もうね、ちょっと今日午前中に届くようになってたんですけど、10時にオフ会終了して、ね、みんな待ちくたびれてました。はい、お待たせしました、届きました。やっと届きました。気をつけて。はい、またありがとう。お疲れ様。気をつけて。ありがとう。お疲れ様でした。気をつけて。ありがとうございました。セラバイバイ。ありがとうございます。ありがとう。またな、セラ。また遊ぼうで。じゃあね。気をつけて。バイバイ。ありがとう。はい。今日は。アソボーダーズの仲間は大変楽しく2日間過ごしました。ぜひ多くの皆さんに参加していただいて、次の F 会はもっと楽しくしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ皆さん一緒にアソボーダー。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。